23丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ブロードウェイ線の駅である。マンハッタン区フラットアイアン地区の西23丁目と5番街、ブロードウェイの交差点に位置し、N 系統が週末と深夜のみ、Q 系統が深夜のみ、R 系統が深夜を除く終日、W 系統が平日のみ停車する。出入り口この駅は1918年1月5日に、 観光線2線と急行線2線、相対式ホーム2面を有した地下駅として開業した。中央の急行線にホームはなく、平日に N 系統が深夜を除く終日急系統が通過している。駅は2度改装をしており、一度目は1970年代に行われ壁面タイルや老朽化した案内看板などを新しいものに置き換え、白熱灯は 蛍光灯に置き換えられた。2001年には2度目の改装が行われ、床面タイルの張り替えや老朽化した階段の修復、開業当初の壁面タイリングの復元、ADA への準拠による黄色い転落防止タイルの設置、標識の更新などが行われた。ホームには2002年に、キース・コダールにより制作された、メモリーズ・オブ・トゥエンティ、サード・ストリートというアートワークが飾られており、 オスカーワイルドやサラベルナール、W.E.B. デュボイスなどのフラットアイアンチックの有名人が着用した帽子が紹介されている。駅名標モザイクを用いた小さな表この駅には改札外がなくホーム外両端に改札口が1箇所ずつあり、ホーム間連絡通路はないため各ホームで独立しており、南北計4箇所の改札口がある。 主要な改札口は両ホーム北側の西23丁目とブロードウェイ5番街の交差点付近にあるもので北高ホーム側には回転式改札機と切符売り場、地上への4つの階段が南高ホーム側には回転式改札機と閉鎖された窓口、地上への2つの階段がある。南端の改札口は西22丁目にあり。 北高ホーム側には回転式改札機と地上への一つの階段がある。南高ホーム側には北高ホーム側と同じく回転式改札機と地上への一つの階段があるが、こちらは台上専用で駅への入場はできない。1999年1月3日。 統合失調症の男性アンドルー・ゴールドスタインは当時32歳のジャーナリストであり写真家であったケンドラ・ウェブデールを南行ホームから線路場へと突き落とし折しも入選してきた NK 統に引かれてウェブデールは死亡したその後の裁判でゴールドスタインは精神状態から責任能力がないと判断され二度の無効審理を受けているが2006年10月に 過失致死罪を認め23年の懲役刑を命じられた。ありがとうございます。